どうもレジャー秋村です。自主規制ですか、まあ外出規制の中ゴールデンウィークですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。やっぱこう本当は出かけたいんでしょうね。僕もです。それは残念ですね、本当ね。まあ何しろテレビとか見てたらやっぱりテレワークなのか再放送ね、流してるようなドラマとかもね、ニュースとかはもちろん新しい情報が必要だから、それこそね全再放送聞かないけど、あとその番組とか見たらもう NHK の職ですよね、これ。昔はね、意味わかんないけど、なんかその昔の最近とか流してなんとかやり過ごすその様ですか。なんかまさか民放がねそんなことするとは思ってないですよね、それはね。まあ実際でもね、それこそ作る側もね必死なんでしょうね、きっとね、生き残るために。それこそだってね、仕事を絶やすわけにいかないような、そんな仕事じゃないですか。大変ですよ本当に。まあ僕自身はまあそれこそまあ郵便局で働いてるって前にも お話しましたけどもね、やっぱこうテレワークが効かない状態なんでね、それこそ本当に気をつけながら、まあできる限りのことやってますけど、まあそんな中ね、まあ実際こうやって動画を上げられるっていうこの世の中ね、まあ僕自身頑張ってね、それこそせめてフォロワーだけでもという気持ちでやってますんで、その気持ちを分かってほしいな。うん、まあそんなまあゴールデンウィークの中ですけど、ぜひともこの他の方の他力本願で頑張ります。そのポケティでね頑張りましょうね、大丈夫。うん、とりあえずだから今月、今5月、2020年5月5月いっぱいね、緊急事態宣言が開けられないというね、開けるわけにいかなくなっちゃったわけですよね。なぜでじゃあ今回のポケット作品ね、結果アップさせていただきます。あ、ピカチュウね、これです。今回のポケテのお題を挙げました。この八海美線、カルビーの形のところ、なんか外国とか行ったらリーズ作品があって、まあそういうことは言いませんけど、とあるね、某大谷の国ではね、八海美線はうちの国が作ったなんて言ってるようなとんでもない話もありますけどね。それ聞いた時にはもうお前何言ってんのって話なんですけどね。それになって日本人が外国人が喧嘩するっていう話も聞きましたけどね。いや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 、なんかもうバカバカしてますね。まあそれはまあね、カルビーの人はね人ごとじゃないかもしれませんけど、まあ一応今回ね、このこれですね、一応僕が今回このまあ冷凍として選んだのはボケてはやめられないと思うので、このかな、この白抜き穴埋めを、お願いしたいですね、これね。やめられないと思わないと思います。はい。ということで、よろしくお願いします。では、早速、結果をさせていただきますので、ぜひとも、楽しんでいただけたらと思っております。よろしくお願いします。これが一番下かな。一番最初ですね。これ。はい。スマホの充電は、やめられないと思わないと、これで止まらないっていう。ちょっと待って、これ止まらないのかな、やめられないのわかるけど、いや、まあ、止めるというか、これちょっとね、ごめんなさい、ちょっとこれはね違うというか、だってやめられない止まらないのに、いや、これちょっと、なんだろう、今回ね、あ、いたんですよ、言ってなかったんですけど、今回ね、あ、こういう内容だからね、まあ、あれはきっと普段はこうなんか、まあ、っていう感じのね、止まらない止まらないといえばあれっていうのはボケっていうのはね、伝統なのもあります、これ、実は。何を言いたいかっていう、それはもう、後々、おいおいとお話しさせていただきますんで、これはただそれはないってことで、うん。まあ、応援できるというか、そんな感じで。で、一応これね、このスマホの充電。この充電はちょっとね、これはごめんなさい。
これね、今回1です。じゃあコメントさせていただきます。ウルソ様、ウルソ様ですね。ウルソ様、これちょっとね、ちょっとスマホの通話はね、そうですね、あの僕のこれ決めないと思うの、やめられないしないけど、これを決めたらいけないことがあるってことは1です。ではね、ウルソさん、すみません。それでウルソさんのスマホの通話です。じゃあ次行きましょう。そうそう、今回言いたいのはこれ、今回だから薬物関連のことっていいのかなって、なんか動画を出るときにこの話はしていいのかなっていうところで、ちょっとこれはね、うん、このだから、もう名前もう言っちゃってますよ、これ。この方の名前、なぜでもないって。マジかぁ。やべぇ、怖らない。うん、あのね、どうしようかなぁと思っての不安ですよ。とりあえずね、田代正史はね、あのね、これはね、ちょっと待って、一応ね、間違いじゃない。2ですね。ウィード様、ウィード様、これちょっとね、走る私はね、2です。今言いますね、まあ、これですよ。だから間違いではないんですよ。だからあの、まあ、しょうがないんで、今回本当これはこれはもうね、うん、自分のね、出題のもう坂です、これもう完全にもうポケットの電池ですよ。やめられないと、まあ、これいけーとは絶対こっちに行っちゃうんですよ、どうしても。無理やりこうねじ曲げられてやってるのはそんなにね、ダメですけど、ほんまにしょうがないです、これも。うん、あのね、これ、出題した時にね、なんかそうなりそうだなと思ったんですよ。だから今回はもうね、これがそんな、フィルドさんのようなこの回答はね、カットできない。今回は、これ2です。あ、間違いじゃない。それで、よろしくお願いします。ね、これで、ほら、これですもん。次のこれ。これですよ。僕が言いたいのは。もう、だいぶ続くんですよ、こうやって。こういうのが。ひどいことはね。もう、この手、どうしようかな。これも2だな。うん。ハリーポッターだ。魔法の力でもっと面白いこと言ってほしかった。ねえ。あ、どうしてもハリーポッターさん。名前こそね、これがね、ある意味一致してるのは面白い。あの、まあ、別にハリーポッターっていうのを使ったらダメじゃないよ。ダメじゃないけど、魔法の力があるっていう意味ではちょっと。そうだなぁ。どうしようかなぁ。今日はこれです。はい。これ仕方できない。そうなんですよ、仕方ないです。これはこうなるんですよ、これね。もうだからもう自分で言ってるのバカってこれ警察の目の前で役のとか言うと役マムのバカ、これマム限定だけど、だからもうしょうがない、これもう2だよ。これさ、ヒゲ様、ヒゲさん、あ、もう、姫さんもやりましたね、これね。だから、姫さんね、いましたけど。だから、コメントね、これ。もう、これですよ。これしかないよ、いいことは。姫さんに対する、その、姫さんの僕に対する、これ、依存度マックス。トラさん、これもう、ここまで来たらもう、ダンキーだよ、言い方だけど。あのね、どこまで来たら、もう、立ち直れますかっていう疑問すら、あります。はい、2です。今回、次これですね。これですよ、今回だから、クシーじゃないけど、こういうことです、本当に。こういって。いやー、不正かーっていう、まあね。これだから、まあ、可愛い方が悪いんだから。ね、これね、比べていけないと、とりあえず、とりあえず、ごめんなさい。前回もね、お答えいただきました、ありがとうございます。不正行為。行為に対するコメントではこれコメントなんだろうか分かんないけど、まあ、感想っていうか、まあ、これを受けて率直な言い方、大人になる過程で必要な時期に差し掛かったあれ、つまり反抗期ということですね。まあ誰でもその時期ありますよ。はい、これ何なんだろうな、これな、いつも一緒だと思うんですよ、一緒なんだろうと思ったもんね。合体美線じゃないですか。合体美線、やっぱりですって。やっぱり美線は止まらない。あのね、かけてたから僕もそういったね、かけてたんだろうなと思う。
1! おー、イコラさん、ありがとうございます。すいません、今回1です。おー、イコラさん。名前がね、おー、イコラっていうところでね、もうね、あの、そこの答えはね、運命づけられたわけです。この、おー、イコラって。言うてもわかるな、これ。うん。あえて言わない。理由は、その理由っていうか、結びつけた理由は言わない。ほんとね、あえてこのね、こっちのエビスを選んだっていうね。あの、別にこれでよかったのでね、これでよかったのでね、別に、このエビスでも。そこはあえてね、これにいたっていうね。あそこがセンスなのかなっていうところ。うん、これは理由、たった1分やればいいですって取ってくれ、これすいません、これ1です、申し訳ない。別にこれだから、あのどれだからどれじゃないか、自分の率直な感想です。はい、こっからね、星々切りますね。洗濯機食べ洗濯機食べるのはやめられない、どういうことこれ。どうかな、洗濯機食べるのはやめられない、止まらない。洗濯機食べるとどういうことだ、これ。洗濯機ね、これどこなんだ、かっぱえびせん。これね、あの答えなんだから、草木にとってことだから、ちょっとね、理由が分かんなくて、3つついてんだこれね、実際。そう、ついてる3つこれなんだけど、おぉ、すかなこれ。これね、どうすっかな、これね、迷うなこれ。あのね、意味わかんないっていうことなんだけど、ごめん、わかんないんだこれ。花子さん、すいません、これね、わかんないですよ、意味が。洗濯機食べるのやめられないとかね、なんかの、あれか、なんか、俺も知らない、俺も知らない、なんか、あれかな、私に。実は3ついてるって言っていいですね。3ついてるってことは他の人にはもう受けてるんですけど、なんのこと言ってもわかんないんですかね。洗濯機食べるの。これしか言わない、俺も本当申し訳ない。あのね、花子さん、ごめんなさい。もしこれ意味わかったらね、評価変わるパターン、これ。ごめんなさい。申し訳ない。次、まあ、だからこれだ、これなんですよ、ハッピーね、ハッピータイム。あえてこうね、スライムだからね、あのね、このね、あのさっきも言ったけど、なんか不思議だったけど、スライム的なね、もう自分で作っちゃう、そうやってなんかね、これこれって言わずに作ること、うん、だっていうのはそうなるに通すんだよね。ハッピータイガーはもらえないとならない。さあ、パンパスさん、はい、ハッピーコーダーそうですね、あーとなりますよねということですね。まあでもなんかこれはわかる、これさっき、うん、比べてもまあということです。はい、これはあの今日の話ですね。次、はぎるのはやべえ。はぎるのはやめるの、やめられない、止まらないっていうか、はげるのはね、止まらないだよ、これはやれないもんね、これも本当にやめられないっていうか、いや、はげるのはやめるっていうことやね。なぎさん、ありがとうございます。ね、これはねこれだな、やめられるならやめたい話。そうなっちゃうよね、これ。はい、2です。はい。次ですね。まずこれですよ、これ。ね。これは最後ですよね。まあ、だからこれがだからね、もう、オーソドックスな、もう、ひな形ながら、これだから、どういうこと、薬。薬ね。あれはね、これね。ね。これだから、出してはだから2ですね。オルセールさん、ありがとうございます。これですかね。これを見た方は薬として、これを見てくれるのはもう、あの、当然これは、だから、ということで、だからです、これは。
それではありですね。薬、それを見た方は薬として薬として、そうだから、そうだからもうニュアンス、ニュアンスはそのもうアクセントは薬じゃなくて薬、薬ですね、薬ってじゃない薬ですよ、薬ですね。えっと、あーっと、ね、はい、笑ってあげてください。ということで、今回のトークショー、まあだから自分が、もともと8やったのが2なんで、それで9ですね。10個の、これですね、オルフェールさん。今回でもね、トークショーの方がいいかな、あのね、いつもやったら、トークショーとなるのは、基本的にその自分が3つ切るはずなんだけど、まあ、これでも今回だから、これもう8になってるから、しょうがないっていうか、まあ、もう結果論。トップ賞、オルフェーヴ様の、これ。ですね。これですね。薬。ですね。薬はやめられないので、おめでとうございます。はい、これですね。これを、今回トップ賞としますんで。はい。今回ですね、まあ、サプライズで。まあね、このご時世ね、やっぱ大変ですよ、やっぱりね。この大変な世の中ね、こうやってまあ、このように作品を残していただきまして、本当にありがとうございます。まあ、前回かぶった方もね、本当に、こうやって何度も何度もこうやって、またね、次回もね、挑戦していただければと思ってます。ちなみに今回いつもコンプ業とかベストボクとか言ってますけど、特に何も出ません。何もだって出しようないもん俺、ね、だって何もあげられないもんね。せめて拍手だけってことで、はい、ということでまして今回は、以上をもちまして、発売日戦編は終了でございます。ちなみに、前回からですね、テーマソング、作りました。 BGM、BGM ってテーマソングになっちゃうのあれなんで BGM、スターハンターですね、いざ運動こうやってしてもね、まあ聞き流してくださいってことで聞き流す用の曲なんでよろしくお願いします。以上で今回の高尾線編終了です。ありがとうございました。それでは木村でした。